北九州市では現在4年ぶりの歌舞伎平成中村座小倉城公演が開催されています。舞台には中村勘九郎さんと七之助さんの兄弟に加え、旦過商店街の関係者が登場しました。勘九郎さんたちは去年の火災に驚きを隠せなかったなどと話しました。芝居をして2回目の時にね、昭和館さんが燃えてる映像っていうのはちょっと見てられなかったですね。もうすぐにお電話させていただいて。そうですか、はい。もうまさしく中村座がここに立ったことによって、すごいのがみんながこう、まあ中心ではないですけれども、全て巻き込んでいいものを作ろうっていうなんか熱意がすごいんですよ。3年後に復活ですか？復興記念中村座。ああ、あるね。あるね。今日のイベントの入場料などは、旦過市場と小倉昭和館の復興に充てます。平成中村座様にも本当にありがとうございます。もうご縁をいただきですね、幸せな気持ちでいっぱいでございます。そのご縁をずっとずっと、私どもは映画館です。映画を上映していくことで、はい、皆様にお返ししていきたいと思っております。旦過市場は2027年度に再整備が完了する予定ですが、資材価格の高騰などの影響を受け、費用が計画よりも13億円余り増え、49億5000万円になります。北九州市の負担も4億4000万円増える見込みです。